ベイリー操車場の夜景ベイリー操車場はアメリカ合衆国ネブラスカ州ノースプラットにある貨車操車場である。ユニオンパシフィック鉄道が運営している。1995年に世界最大の貨車操車場としてギネスに登録された。操車場の名称はアップでかつて社長を務めたエドエイチ・ベイリーに由来する。ベイリー操車場は ハンプと呼ばれる人口の丘を備えるハンプヤードである。総面積は2850エーカー、全長は8マイル、幅は2マイル。到着線18本、出発線16本を含め315マイルの線路で構成されている。1日に通過する貨車の量は1万を超え、平均すると20分に1回ずつ、ワンマイルトレインが発着する。校内の南北に1機ずつ、 合計で2機のハンプが設置され、このハンプで1日約3000両の貨車の仕分け作業を行う。貨車はコンピュータ制御され仕分け線に向かってハンプを折り、自動速度制御装置で速度をコントロールされ、行き先別に編成される。操車場で使用されるディーゼル機関車の一部は無線で操縦される。創車場にはディーゼル機関車への燃料補給や修理を行う施設が、 併設されている。ここでは1ヶ月あたり8,500両以上の機関車を扱い、機関車修理部門では1ヶ月で750両の機関車を整備できる。また、装置車上では、貨車のメンテナンスも行われる。温度検出装置が本線上に設置されており、そこを通過する貨車の軸受けの温度異常が発見されると、校内で車軸ごと交換される。 貨車を編成から分離しないため交換作業は隣の貨車と連結したまま行われ、貨車はヘの字に持ち上げられる。作業時間はおよそ2分。操車場の生誕には時間変更表示板が設置されている。この標識から東は中部標準時、西は山岳部標準時となっており、同一操車場内に1時間の時差が存在する。ありがとうございます。